次に、山尾しおり君 国民民主党の山尾しおりですありがとうございます、えっと、まずあの冒頭、えー、私たち国民民主党は、えっと明日になると思いますが、憲法改正に向けた論点整理というのを、まあ、社会にあの発表したいというふうに思っています。あのこの憲法審査会でのこれまでの議論の積み重ねも、あの敬意を持って参考にしながら作ったものですので、また今後のこうした場での議論に役に立てればと思っています。えー、その上で、えー あの運び方、前回、国重委員からは、やはりあのきちっと幹事会で論点を整理し、そしてえその小委員会などを利用して論点を深掘りしていくべきではないかというような発言があって、そうでないと、法段階になってしまうと、私も本当にそう思います、当館ですで。できるだけただ、こういう自由討議も法段階にならないように、私からはあの2点ですね、え。ー 一点は7項目の運びについての決め方、そして何が決まったのかということについて、新党人と山花人に、そして緊急事態条項について、少し議論を深めるために、先回発言された小林委員と柴山委員に短くていいのでコメントいただければと思っています。まず、7項目なんですけれども、次期通常国会で早期の結論を得るという合意が報道されています。私の問題意識はまず内容が あまりにも永田町的に玉虫色であって、何が決まったのかわからないので、教えてくださいということです。 でえもう一つは、まあ、決め方ですねあの、この場でも幹事会でもなく、まあ、あの突然あの、自民党と立憲民主党の幹事長が会談をして、まあ、この憲法審査会の運びが決まっていくということには、極めて違和感を持っていますが、まあ、このことについてお聞きしても、まあ、今はせんないかもしれませんのでえ、何が決まったのか、つまり結論というのは採決をし、成立させることなのか、そうでないとすれば何なのか、その認識をえまず1点目として、新藤筆頭と山花筆頭に伺い。 そしてあの緊急事態条項なんですけれども、あの前回、小林委員と柴山委員から、まあ、国会機能の維持確保という話があって、私もこのコロナ禍で、まあ、国会があの、まあ、本当にあの機能が麻痺したり、まあ、司法、裁判所の方もあも機能が麻痺したということに強い問題意識を持っています。なので、この低速数の問題や、あるいはま任期の問題も大変重要な論点だと思いますが、今日お聞きしたいのは、もう一方、本質的な問題で、緊急事態宣言。 これは憲法に緊急事態のときは行政権を強化すると、書いたら合憲だというものではないと思うんですね。こういった行政権の強化を認めるためには、その場合の手続きや実態的なルールを事前に国民の意思で決めておこうというのが、この肝だというふうに思います。なので、緊急事態を認定するときの国会の関与方法とか、期間とか、延長の可否とか、手続きとか、 それでもやっぱり政府っていうのはやりすぎるので、まあ、司法救済の手続きとか、そういったものを決めるということがまあ大切なのではないかという問題意識を持っているんですけれども、この点について、小林委員や柴山委員のお考えを伺えればと思います。このの点です今のご発言に関